前田雄吉様のご子息の前田大輔様にお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。この度は父前田雄吉の野球殿堂入りにご尽力いただき、またはご賛同いただき、それからこの式典をご準備いただきましたこと、亡き父、それから今、体調の悪い母に代わって厚く御礼申し上げます。まずは野球殿堂入りの関係者の皆様方、本当にありがとうございます。それから選出委員の皆様方、それから何より慶応義塾大学の野球部の関連の方々、とりわけですね、OB 会の三田クラブの皆様には本当に、感謝の言葉もございません。本当にありがとうございました。我々家族も喜んでいるんですが、今申し上げた関係者の方々がとにかく喜んでいただいていること、これが私たちのとてもありがたく、本当にちょっと今母が体調悪いんですが、母も含めて感謝をお伝えしたいといったところでございます。せっかくなので父の話を少しさせてください。私も、プレーヤーとしては役立たなかったんですが、父が大学の野球部の最後の4年間同じチームに在籍しました。父はですね、突出した指導力、それから天才的なひらめきの采配とかカリスマ、そういったところがあったわけではないと思ってます。ただ選手のことを考えて、規定概念にはとらわれず、大きな視点であったり、または独創的な視点で選手の大きな成長を促したということは多々あったと思っています。そういった指導力も素晴らしかったんですが、私がまたチームのみんなが尊敬してくれたのは、父はですね、学生と野球との間の極めて適切な距離感というのを持っていたと思います。父がちょっと晩年に出した本、ちょっと2冊ございます。一つがこの野球と私という本、それからもう一つが発明ノートっていう本を出してます。で、これ昨日アマゾンで見たら半額でバーゲンになってました。おそらく在庫が余ってるんだと思います。ただ今日私これ持ってきたのは皆さんにプロモーションするわけではなく、この中から好きな言葉があるんでちょっと持ってきました。で、ちなみに父はちょっと脱線しちゃいますが、父の一押しはどっちかというとこれ発明ノートの本になります。で、これ最後の病床にもこれを持っていって細かくメモをしてました。で、亡くなる直前にもですね、私の方に何でしたっけね、ごめんなさい、遠赤外線の原理を調べろっていう宿題が来て、でそういうのめんどくさいなと思ったのを記憶しています。ただそういった最後まで勉強するっていう意識が高かったところ、そこは本当に素晴らしかったなと思っています。で、父の意思に背くようなんですけども、今日私が好きな言葉として持ってきたのはこの本の中にある言葉になります。ちょっと通読させてください。世間では野球選手は練習や試合も含め授業に出れなくて当然、卒業できなくても仕方ないと考える人が多いが、私はこれに強く反発する。柄にもなく固い話になって恐縮ではあるが、野球部員にとって授業に出るのは義務ではなく最も基本的な権利である。そしてその権利を行使して自らを高めるか、放棄して打線に流されるかは自分自身の問題であり、学業を放棄したツケは一生自分で背負っていくしかない。大学で野球部に在籍したことは何の言い訳にもならず、卒業後直面する社会はそれを評価してくれるほど甘くはない。いかに優れた指導者でも、その人の教えを守って野球に精進さえすれば立派な人間になれると考えるのは危険な思い違いである。学生野球の指導者にとっては、部員が努力すれば学業と野球が両立できる環境を与えることが逃れることのできない義務であり、自らを律するモラルであると私は考えていると書いています。これは単純に学生の本部は勉強であるといったことを言っているわけではないと思います。父は学生野球ではあります、学生野球ではありますが、
常に結果を求められる立場にありました。しかしながら、学生と接する指導者として、学生の目線で学生の将来を大局的に捉えて、本当に学生に必要なことを考えた言葉だと思います。それから父はまたしばしば、講演なんかも頼まれてよく言ってたことがあるんですけれども、尊敬する小泉晋三、晋三先生、塾長であった小泉晋三先生のお言葉ですけれども、スポーツが与える3つの宝ということをよく述べていました。1つは有名ですね、練習は不可能を可能にするという体験。2つ目、フェアプレーの精神を養うこと。3つ目、生涯変わらぬ友を得ることですね。父は体育会、つまり部活でやるもよし、やらないでもよし、スポーツを、また野球を真剣に楽しむことで得られることで、素晴らしいリーダーシップを将来発揮することができると信じていました。スポーツ、それから野球はですね、これからもたくさんの人にいろんな影響を与えて、素晴らしいリーダーを世に送り出せる可能性があると父は信じています。本日は本当にありがとうございました。前田大輔様、ありがとうございました。